藤江人氏は、大阪府堺市出身の元プロ野球選手、コーチ、宇藤右内。上宮大使高等学校卒業後の2004年から、父の勧めで、当時地元の堺市に拠点を置いていた、野茂ベースボールクラブに入部。昼は、チームスポンサー企業のマルハンでアルバイトをして、夜に練習するという生活を送る。入部1年目に、野茂秀夫から直々にフォークボールを教わり、 実力が開花した。在籍2年目の2005年には、チームのエースとなり、都市対抗野球の近畿2次予選で、松下電器を相手に5から3で関東ガジを収める、などの活躍し、ノモクラブの都市対抗初出場に大きく貢献する。同年全日本クラブ野球選手権大会でも、初出場初優勝に貢献して最優秀、選手賞を獲得。 2006年にはチームを社会人野球日本選手権初出場に導いた。2007年からは東方ガスに移籍する。主に抑えを務めたが、2008年の年、対抗野球では先発して2試合を1人で投げ抜き、投球回数20回1、3で2失点、脱三振27と高成績を残し、チームの66年ぶりの年対抗勝利に貢献。 優秀選手賞を獲得した。この年のドラフト会議で横浜ベスターズに2位で指名され入団。2009年には5月5日にプロイリアと初の出場選手登録を果たすと同月7日の対読売ジャイアンツ戦に先発投手として1軍デビュー。同期で入団したサ山田武史とのバッテリーで6回、2、3を投げて6飛安打、奪三振4。 自責点に1に抑えた。横浜の新人選手によるバッテリーが一軍公式戦に出場した事例は、横浜太陽、ホエールズ時代の1 9 8九年に、石井忠則と谷繁元信が十月十六日の対、阪神タイガース戦でバッテリーを組んで以来であった。なお、ファームチームの湘南シーレックスでは、イースタンリーグ公式戦で、防御率一1九七勝利数九 勝率、750を記録。リーグ最優秀防御率、最多勝利投手賞、勝率1位、優秀投手の4タイトルを獲得した。2010年には、プロ入り後初めて開幕を1軍でスタート。3月28日の大阪新戦に先発すると、5回、1、3を3安打1失点に抑えて、1軍公式戦での初勝利を挙げた。 シーズン通算では一軍公式戦で2勝3敗1、ホールドを記録したが、防御率は7.52位にとどまった。2011年には、救援投手として一軍へ定着。公式戦47試合の登板で3勝0敗、15、ホールド、防御率1.58を記録した。2012年には、一軍のセットアッパーとして、プロ入り後自己最多の52試合に登板。 10月3日の大東京ヤクルトスワローズ戦で1位、群発セーブを挙げたほか、チーム2位の21ホールドを記録した。同月7日の対巨人戦では、10回裏に矢野健二を迎えた場面で登板した。しかし初級でサヨナラ本塁打を喫したため、NPB 史上25度目の公式戦1級敗戦投手になった。チームも、この敗戦によって、 同ドー,ドームの巨人戦で一勝も挙げられずにシーズンを終えている。2013年には投手キャプテンに就任。公式戦の開幕に出遅れた影響などで1、軍公式戦への登板数は25試合にとどまったが、3勝1敗7ホールド、防御率1.27、ホイップ0.88、基本類なれという成績を残した。2014年には、 一軍公式戦16試合で1勝1敗1、ホールドを記録した。だが、10月3日に、球団から戦力外通告を受けた。DNA からの戦力外通告後は、12球団、合同トライアウトへの参加を見送る一方で、トライアウト翌日に東北楽天ゴールデンイーグルス、周期キャンプの入団テストへ参加。藤江もこのテストに合格したため、 終了後に入団契約を結んだ。背番号は98。なお、同年12月30日放送のプロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちでは、戦力外通告の直後から楽天への入団が決まるまでの藤江の様子に密着した取材の模様が紹介された。2015年には公式戦開幕直後の3月31日に、 遺跡後初の出場選手登録を果たす。4月には一軍の公式戦に試合に登板したが、いずれも失点を起死したため16日の登録抹消後は登板の機会がなかった。10月2日に球団から自身2度目の戦力外通告を受けた。11月10日に打者3人に対するシートバッティング形式の12球団合同トライアウトへ初参加。 白根直樹から左中間フェンス直撃の三塁打を浴びる一方で隅孝太から空振りで三振を奪った MLB のサンディエゴパドレスでは藤江のこの結果を受けて11月22日に高知東部球場で開催した日本国内初のトライアウトに招待選手として藤江を参加させた前述したトライアウトではパドレスとの契約には至らなかったが いずれ野球をやめるにしても体が動くうちにアメリカの野球を経験したいとして2016年にはアメリカでの独立リーグでの現役続行を模索した。同年3月29日には MLB の球団とマイナー契約を結ぶことを目標にアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約した。2016年11月28日、現役引退を発表。なお、 米独立リーグ時代の成績は、22試合26回を投げて1勝0敗、3奪三振、防御率は4.50の成績を残した。2016年12月から、兄と共に投資した大阪市何枠の焼肉店、焼肉39ゴリラを経営。2018年9月18日、独立リーグの関西独立リーグに2019年より、 参加する坂井シュライクスのコーチに就任することが発表された。コーチ就任後も焼肉店経営を継続している。ストレートの平均急速は平均ほどであるが、被打率213を記録している。スライダー、シュート2種類のスプリットを持つ。ありがとうございます。